他のステージがあるとか。これどこだっけ。ああ、これね。出てきたんだけど。ああ、ピラミッド。だから、後ろに。あ、ここ頭爆発したよな、そういえば。これどうやって撮るんだろう。うん、もういいらないピラニアがいいんだよな。あ、やばいっす、危ない危ない危ない。てか水の水いるやつの攻撃はどうやって回避、水の敵をどうやって倒すのかってのもあるじゃん。違う、これどうやってけんだろう。あ、上からなんか落ちるんだ。はー、でここ行けるべ。あ、上行けるべ。よし、これ言っていいやつかな。でもあ、ここら辺マジでわかんない。やっぱいける。長靴がある。どういうこと、どういうこと。こんなか、これしかない、これしかなさそう。長靴あるってことはどっか使うためなんだろうな、さすがに。あ、いい願望があんじゃん。いい願望が。10個出せ。で、こっから来たんだよな。こっち？これは？よし。え、ここ？なんか長靴使えそう？あ、使わない。え、なんか強そう。はあ、これショックジャンプなのかな。違うな、押す。なんか回ってるんだけど。なんか回ってるけど、これもしかしてだけど、これさあ、この花瓶の中に入ったら、さっきの森のとこ落ちるとかないかな。やってみましょうかね。よいしょー。やっぱそうですわやっぱそうですよね。あ、待って、ジグソー4つしかないの。マジか。ちょっとそれは、それは意外でした。これ、うるせえな。自分で出していてなんだけど。はあ、ああ、これ入っちゃいけないやつだわ。勘で絶対そう。だからやっぱあの長靴が必要なんだね。おー、分かった分かった分かった。こっちは分かったけど、もう一つあったよな、入るとき。これなんだろう。クモの巣。なんか
深いとこまで入ってきちゃった感じがするんだよな。あれ雪っぽいぞ、これ雪っぽいぞ。ここじゃん、ここですわ、ここですけど、ここですけど、ちょっとなんかいろいろすっ飛ばしてる気がするんだよな。はいはい、あ、いい願望感がある。取れ、取れた、取れた。え、これどういけんよ。あ、いい願望感だけの部屋だったのか。はいはい、あ、そう、これね、なんか走れるよね。走れるの知らないしね。はあ、はあ、ああで走っていくんだわ。それは無理だよ。ああ、そうだよね。しかもこれ何、あ、できないんだ。ヒップドロップができない。できないできないできない。え、もっと強いヒップドロップがあるとかあんのかな。これは350だから多分無理。あー、つぼさんが、つぼさんわおわおじゃねえ、わおじゃねえ、邪魔。これ上行けるか。で450、それは無理だ。あれ、ここもなんか、あっ、あっ、つぼさん、つぼさんは寝てるよ、ここで。あー、いや、おやっほー。はあ、今のはこっち、あれ、どっか行ったの。こういっちぇの、こういっちぇの、こうですよね。で、ここだったと。ここなんか早く来すぎてる感がめっちゃ否めないまずはちょっと長靴やってみるか。こっちだっけ。ちょ固まんない。あ、終わった。これ、あ、終わった、終わった、できないです。これはできないです。あれ固まんのか。一段ずつ行くしかないの。固まんない、固まんない。少しずつ、少しずつ。あお、そこはまずい。よし、ご了承お疲れ様です。で、これは傷つきアタック？いや、ない。あー、これはジグソーかな。ジグソーっぽいな。どっか見逃してんのか。はい、や。なんか一気に来すぎてんだな、じゃあ。
でも他ないぞ。何がある？この中だってね、特に何もなかったし。こっち？いや、もっと前か。あったよ。見落としてたんだ。これ何？ああ、はい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 。はいはいはい。あれ？これがもしかしたら2ステージ目か3ステージ目なのか。ありえるな。ちょっとこれ見逃してたな。ここね。あ、これか。ここね。よし。クランカーの洞窟。じゃあちょっと3ステージ目 ?4 ステージ目だっけ ?1、2、3、4 ステージ目ちょっとこれ挑戦していきたいと思います。もしかしたら簡単なのかもしれない。はい、あ、いい願望があった。あ、見えとくべきいい声のよっしゃー。うん。じゃあ、アンチツイッターがつぶやかれたってところで、じゃあ一旦収録を中断しようと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。